さあ、それでは最後の対決はこちら、死に際名言対決。よいしょ。まだ対決やるんですか。そうです、まだ一応3本っていうか勝ちだろ俺の、はい、そうなんですよ。10本以上やってる感覚なんですけど、まあ、感覚体感はね、はい、そうなんですけども、で勝ちだろ俺の。ベジータさんはねもう2勝してるんですけども、してますね、確かに、はい、けどだからもう勝ち確なんですよね。そうだろう、はい、やめます。じゃあまあまあでもまだ帰りのあれまで時間がちょっとあるじゃあせっかくなんでやりましょうかね。何や、はい、まあ、一応ですね、まあ、あの名言があるじゃないですか。ピッコロさん、ご飯さんを守ってね、うん、お前といてすげえず何なんですか全然面白くないみたいな。全然面白くない、忠実に再現させていただきました。全然面白くない、はい、ベジータさんにお金は、はい、お金渡してるんですか。いやちょっとこん時だけ絶対笑ってくださいみたいな、はい、打ち合わせあったの。何そん時だけ笑ってくださいって。何その契約。自信がないんで、はい、なんかこん時には笑ってくださいみたいな言うか、まあ、あの 名シーンの名言あるじゃないですか。あのお前といた数ヶ月、はい、悪くはなかったぜ。いやいやいや、これ笑うとこになったらおかしいから全然全然信者信者がいる。でもそれが正解だと思うんだよ。まあそうそうなんだよ。これに関してはこっちが正解なんだよ。お前といた三軒悪くなかった。なんなの俺も知らないよ。くわかんない。僕も知らないのよ。なんでハマってるのか。痛い痛い激痛な場合いますよ。くわかんない。今回ですね、あのちょっとゲスト、あゲスト、はい、ここに来てか、はい、はい、下野ラボの京平先生でございます。お願いします。よろしくお願いします。あら、この昔以前ね、レッドリボンの、はい、いやレッドリボンじゃないですよ。そのマーク、はい、レッドリボン君違います、ね、下野ラボって書いてあります。以前ね、実は覚えてます。下野市の方で、あのロケ行った時に、はい、はい、下野ラボでちょっとお世話になった方だった。いたいたいた、はい、今回も協力していただけるということ。なるほど、はい、はい、で、そのナッパさんの攻撃で死ぬじゃないですか、ピッコロさん。お、はい、そうですね。その攻撃役としてちょっと、はい、京平先生に協力していただこうと思うんですよ。そんなひょろい体でできます。これ何ですか。確実に何か持ってるでしょ。何ですかそれ、はい。こちらは実験道具の空気砲という道具で、はいはい、普段実験教室でこういう実験をしています。あ、なんか出た。輪っかかな。キエンザンか。出た。ギャラクティカドーナツだ。ギャラクティカドーナツだ。オテンクスのね、ギャラクティカドーナツ。これでも靴下履いてないな。履いてない。だとしたら臭いのも来んのかい。臭い方ですから。ルールを説明します。ラッパからご飯への攻撃をかばって死んだピッコロ、死ぬ直前に貴様といた数ヶ月悪くなかったと名台詞を残しています。ベジータもフリーザ戦運戦で死ぬ前に名台詞を残しています。そこで改めてどっちが死ぬ直前の名台詞をかっこよく言えるか対決してもらいます。これから一人ずつとある強烈な攻撃を受けてもらいます。受けたらご飯に向けて一言お願いします。ご飯は二人のセリフを聞いたらどっちのセリフの方がグッときたか判定してください。俺ないし、そんな。いや、ないんですけども、あの時のピッコロさんの、まあ、確かにあれを超えるってことですね。そうです、あれが俺だったらなんじゃない。正直な話、僕も成長して、はい、もうあのセリフはあの時のは刺さんないですね。二度目だとしても言うな。今は、ね、成長しましたから。え、ちなみにどういうシーンだったかやっときますか、はい。貴様といた数ヶ月、はい、悪くはなかった。ピッコロさん、死ぬなよ。いやな、ご飯。ピッコロさん、いやだ。全然ハマったな。ピッコロさん。もうちょっと待って。もう手の汚れ、めちゃくちゃいいシーンだぞ。爪の汚れ気になっちゃった。めちゃくちゃいいシーンだぞ。じゃあこちらに。ゴムロケットがあるんですけども、はいはい、あ、なんか盾あるぞ。何これ、三浦さん、その盾を持ってもらって、はい、じゃあ、はい、安全では安全。そうですね、全然大したことないんで。安全は安全だ。一応盾が振るわけではないんで、はいはい、これでガードしていいですか。はい、そうですね、しっかり両手で持ってもらって、取っ手があるんで取っ手を持ってください、しっかり。ほら、17号の、うわうわ、怖い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 、17号のバリア、いや、怖い怖い怖い、17号のバリアです。まあ、カウントしてくださいね。あ、体出ないようにしてください、ね、体出ないように、はい。じゃあちゃんと先生ちゃんと当ててよ、はい、ここに。じゃあいきますね。バリア、はい、3、2、1、バリア。うわー、怖い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 。いや、思ったより怖いからね。一瞬光ってるようにしか見えなかった。いや、そんな速くなかった。ベジータにも見えてないからな。怖っ、これは怖いよ。2、1、
さあそれでは京平先生準備の方よろしくお願いします、はいはい、じゃあちょっとこんな情けないシーンだったかそう、ね、ちゃんとねピッコロさんできたらね手をね両手広げてほしいんですけど、あの僕はみ出てますいやそれはお前の方で考えてくれ。今僕はみ出てますよ、はい、あれあれえおおあれちょっと待ってえタオパイパイが乗る柱ぐらいのタオパイパイの柱ぐらいのそうじゃねえか、あれ先ほどのロケットとはちょっと違うようですね。これえ4米だ4米先生もしかしてそれ乗ってきます発射するとこに強兵ごとな、はい、うわちょっと待ってうわーやだ俺これ本当にえちょっと飛ぶんじゃない、えこれちょっとこっち大丈夫ちょっとこれ僕らこっち行きますんででかいけおいピッコロさん怖いところで魔眼光雑砲じゃねえかこれこれさあそれではまずピッコロさんの名言チャレンジでは京平先生お願いします。ピッコロさんもういいな怖い怖い3、2、1うわーすげー死んでない。ピッコロさんご飯打てって言ったら打たないと。何を打てる？ご飯何を打てる？ご飯はい打てって言ったら打たないと。マセンコ、マセンコ、はい、打てって、こっち見て、はい、打てって言ったら打たないと。はい、これ簡単だから。あん時いい、はい、打てって。嫌なやつだな、はい。打てって言ったら打つから。打てって言ったら。死ぬ間際。これも年取ったな。分かった。はい。分かった。はい。終わった。最後はね。全然感動すると言わなかった。最後はダメ出しで終わるという。はい。でもそれも愛ですよね、ピッコロさんの。ちょっと待って、肩はみ出てるんだけど。ちゃんとちゃんとちゃんとしてくださいね。めちゃくちゃ怖いこれ。ベジータさ、ちゃんとしてくださいね。僕のこれに合わせてください。このシルエットシルエット。どれ？今このどれ？あー怖いこれ。肩二つあるからもうだ。これ大丈夫か？大丈夫か？あのでかいのはベジータさんです。さあご準備よろしいでしょうか。よくないよくない。ちょっと待って。はい。あーもう下も怖い。下も怖い。大丈夫ですか？大丈夫ですね。下が俺の目線なのか怖い。ベジータさん。下がなんだ。ちゃんと持ってますね。ご飯。はい、僕守ってください。さあ、無理かもしれない。それでは参りましょう。ベジータさんの名言チャレンジ、京平先生、お願いします。怖い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 。いきまーす。3、2、1。うわーだ。うわうベジータさん。ベジータさん。ご飯。貴様にも、あの、サイヤ人の誇り高い地、そして、俺のライバルのカカロットの血が混ざっているはずだ。ベジータさん、カカロットのガキ、貴様はその気を出せばカカロットより強いかもしれん、はい、あと少しのきっかけで貴様は最強になれるんだ、はい、あとああいうのを直した方がいいぞ。ママ死なないな、ママ死なない。貴様はピッコロさんじゃない、ベジータさん。スタッフを待たせすぎる、ま、ことがある。リアルだね。ディレクターがやってきて、そろそろスタンバイお願いしますって言ってから、はいはい、カツラをゆっくりとかぶって、はい、メイクを直すから、はい、そこから5分ぐらい時間がかかることがある、はい、すいません。ああいうのを直せば、はい、もう少し収録もスムーズにいくはずだ。死んだ。終了でございます。そこまで。じゃあ、うん、いやラディッツ戦の時のやつ、ラディッツ戦の時の受け継いだな、俺の受け継いだな、はい、受け継いで、そうとどめを刺すわ、とどめを、はい。さあそれではごはんさん、はい、どちらの名言がより刺さったのか、はい、はい、刺さった方ですよね。まあそうですね、うん、はい、はい、分かりました。では勝者の発表お願いします。ベジータさんです。よし、ベジータさん完勝でございます。3勝全勝だ、はい、正直刺さった方ですね。刺さった方、まあ、そうだ、はい、そうだ、刺さりました。まあまあ、僕はあの最近もうずっと思ってました、自分でも、うん、はい、まあまあ待たせること、直せよじゃん、はい、じゃあ直してこい、資格があったなら直してください。そうなんですけど、はい、やっぱりねギリギリまで被りたくないんですよ。わかりますけどね、はい、いや、はい、なんかねもう群れるんで、うん、はい、カツラは最後の最後、あとやっぱりそのベジータさん、うん、あのガチ勢が怖いじゃないですか。なんだガチ勢、別ガチ勢選んどかないと、いやいや、そういや、そんな
忖度したんですか、じゃあ、あんた忖度したんですか。忖度なんかしてないですよ。え、今完全に刺さりましたから、僕も。本当ちゃんとピッコロさんどうでした。でもピッコロさんのね、名言も良かったと思うんですけど、うん、ピッコロさんのガチ勢あんまり聞くことない、はい、いいえ、ガチ勢で判断すんなって。いやでもなんか YouTube のメンバーシップとか言うと、はい、ガチ勢や、ちょっとぐらいいるぞ。あ、ちょっといるぞ、ちょっとぐらいいるぞ、はい、え、怖いです。それがまあベジャーの勝利でございます。よし、はい、くそ。フリーザとマロニエールの惑星栃木会議。どれにしようかな。どうしたんですか、ののかさん。そんな初登場時の海王神みたいな顔して。わかんないよ、その例え。あのね、どこにアジサイを見に行こうかなって考えてるんだけど、たくさんありすぎて困っちゃってるんだよね。アジサイ？あの紫色の花ですか。あんなものそこら中に咲いてるじゃないですか。違うんだよ。栃木県にはアジサイが名物になってる神社とか公園がたくさんあって、お祭りもやってるの。咲いてる時期は今だけだし、どこに見に行こうかなって。だからってわざわざ見に行くものですか。もちろん。アジサイは万葉集にも出てるくらい日本人が昔から愛したお花なんだから。ずいぶんと詳しいんですね。この本見てどこに行こうか調べてたら詳しくなっちゃった。どれどれ。なるほど、確かにたくさん名所があるようですね。いいでしょう、ののかさん。どこか一つに絞る必要はありません。ほら、私に捕まりなさい。武空術で全ての名所を巡りますよ。やった。この本によると、アジサイの花言葉は移り気とか浮気らしいですからね。名所巡りなんていう楽しみ方もいいでしょうね。さあ、ということで3番勝負終わりましたけれども、見事ベジータさんの圧勝ということで完全勝利ですね。今回の映画の主役だとか聞いたから、はい、ね、期待してたのが大したことはなかったな。言われてますよ、ピッコロさん。まあ次はアップルパイを練習してくるから。いやいや、そこだけじゃないんですよ、別に。まあ健三、俺も最高のアップルパイを作ってやるから。なんでそこやる気になっちゃってるんですか。何目覚めちゃってんのよ。